セリアがメタルバイブを出してました。またレビューしていただこうと思います。うちのお子様に。何しよう。ジュース飲んだ。ジュース飲んだ。ジュースめっちゃ並べちゃうやん、3つも。パラダイス天国やね。忙しいとこ悪いけど、のんびり。ベン。これ新製品見つけたんで、ちょっと開けてみてください。それ何かわかります？メタルバイブ。まあ、買いちもんね。それ見てなんか気づいたことないです。なんか前買いやつね。いや、そういうことじゃなくて、とりあえずそれを見てなんか気づいたことある？わからんね。それ開けて一回使おうちがって。錆びてない？なんか汚れみたいなのは。ある？なんかこういう。けど錆びてないね、見せて。もうすごいすごい。錆びてないね。これダイソーやったら一撃で錆びるところなんだけど、セリアがメタルバイブを出したんで。何狙いに？メタルバイブ。ね、シーバスって書いちゅうの、それ見て。読んで、書いちゅうが。紹介して。シーバス釣りに。って書いちゃった？うん。よし、じゃあこれでいろいろ語ってみて。ここはチャーマーの腕の見せ所より。チャーマーのルアーを見て、いろいろ行ってみようのコーナー。スナップがでかい。スナップがでかい。おー、英語で気づいたね。やっぱりそれぐらいしっかりしたもんじゃないと、シーバスが来た時にフッと吹きね。スナップの通す穴が多い。そう。なんでかわかる？重さを変える。あ、惜しいね。穴の位置変えても重さは変わらんやか。え、なんで？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 こっちをやったらスナップも収まる。こうなるやん。うんうん。で、こっちにしたら後ろに行くやん。うん。重さが変わるというか。ブラブラなる。そう、ブラブラの感じが変わるわって。もうよう気づいたな。シーソー状態。シーソー状態。どういう状態かわからんけど。このスナップを通した穴が、なんと4種類もあって、デフォルトでは前から2つ目ですね。この位置で、結構早巻きにせんとブルブルせんかったき、もう一個後ろとかにしたら、ゆっくり巻きでもブルブルするかもしれん。で、一番前にしたら多分あんまりブルブルせんと思う。これなんて早巻きでやってブルブルかな。後ろに行くにつれて、より抵抗がかかる。こうなるきね。前傾になるきね。そんな感じだと思います。ちょっと早巻きしたら結構いい感じでブルブル寄ったで。けどね、魚一匹もついてこんかった。この間使った感じではね。まあ、またそのうち釣れると思うんで。それでは今日パパがこのルアーを使って釣りをしてきたそうなので、それではその動画をご覧ください。どうぞ。ありがとうございました。メタルバイブ発売記念でちょっとセリアイベントやりたいと思いますが、気がついたセリアのワームがいっぱいあったんで、これちっとも使ってなくて、ちょっと今日はこれら使って何か釣るまで帰れません。やっていこうと思います。ありがとうございました。で、ちょっとこの人らは横に寄ってもろちょいて、使うのがタックルはダイソーでいきましょうかね。短いロッドでいいかな。これでね、これで穴ずりしたらね、めちゃくちゃ面白かった。竿ひん曲がりでね、なかなかスリリングな穴ずりができたんで、今日はこれでセリアワーム使ってちょっと根魚を狙ってみようと思います。根魚ってまあ頭しか釣れんがやけど、この辺は。とにかく寒い。曇りだけやめてもうていいですか。嫌いんで、効いてないんで、曇るって効いてないんで。パックロットの機動性がね、申し分ないがやけど、いちいちリーダー切らないかんっていうのはちょっと性に合わんっていうか、こうね、年末に買った福袋に入っちゃったちっちゃいスナップ。これガイド通らんかなと思って。これガイド通るならもうね、いちいち切らんでいいわけですよね。これどういうシステム？ああ、こうか。ちっちゃいな、ちっちゃいな。これどうやって使う？使ったことないけど、どうやって使う？どうやって使う？あ、このちっちゃい方にどこ来るかや。ガイド通ります？あ、通るで、これ。あ、通るわ。
通ります。採用、採用は決定しました。おめでとうございます。新規採用です。こっちに来るかと。おお、通った通った。素晴らしい。すんばらしいじゃないですか。じゃあこれは採用ということで。でよ、何使おうかなというところだね。これ大盛りつくがよか。こうする。どうする。大盛り外れそうだね、魚来たら。これとこれ、これでいけます。これでいけます。まあ、やってみるわ。やってみる、とりあえず。よくわからん。セリアフックアーム、オレンジの方ですね。これに、オフセットフックで。青森軽いかな。ちょっと軽いかな。前か。ちょっとそこ取りにくかったりするけど。あ、泳ぎはね、気持ちいいですね。ひらひらしてますね。この辺の穴ぼこにおらんかい。穴ぼこから飛び出てこんかい。サイトで釣れたらおもろいけど。穴ぼこにはおらんみたいですね。投げてみますか。オレンジって珍しいよね。あんまり見んけど、他のメーカーで。あっても買わんし。そうなって、あっても買わんがって、これ。セリア焼き方だけど。オレンジのカニって。まあ、オレンジのカニ、おるかもしれんけど。エビ？この辺りがなかったら、もう、ルアチェーンするより、場所チェーンした方が。早いと思ってますんで。次のカットで移動してたら、ここでは釣れなかったということを、お察しください。運命の場所チェーンをしてきました。なんかいるんでしょうか、こちらの方には。浅い。地獄のように浅い。これは浅かったです。ええ、どこや。マジでええとこやね。おお、ベイトフィッシュ。えぐいほど。おお、これなんだ。これなんだ。ボラ？ベイトえぐい。うわうわうわ、これすごい。めちゃくちゃベイト。どういう状態これ。引っかかるんちゃう？引っかかりませんかった。なあ、まかね。運命の場所チェーン。おっと、いきなりシーバス。いきなりシーバスおったんやけど。大丈夫？運命の場所チェーンでいきなりシーバスおったんやけど。シーバスはこのまま食わんよね。ある。あるで。これ。メタルバイブ。
シーバス狙ってみる。怖いけど、ベイトはエグいぐらい呼ぶやけど、目の前に。シーバス釣りに行って、海中機。狙ってみましょうか。ここで運命のルアチェン。やばい、来たな。ベイトのエグい群れが来た。いろいろ問題はあるけどね。このスナップ、シーバスの引きに耐えれるのか問題。おそらく耐えれん。ただこのベイトを何かチェックしたい気。ベイト引っかかるか。ベイト引っかかるかやってみます。これ何やろ、マジで。全然引っかからん。ボラかな。ボラかな。全然引っかからん。ということで、シーバス狙います。あの船の下のダイブと。なかなかええ動きするで。マジで。鉄板バイバッチヌや。チヌもおる。セリア鉄板バイブめちゃくちゃええ動きする。うわ、ふと一乗る。ふと散る。おい、巣窟やんけ、ここ。巣窟発見した。散るの巣窟。ボトムズル引きで、頑張ってみましょう。夏やね、やっぱ。ちょっと待ってくれ。ロッドホルダーがある。ロッドホルダーがあった。強度に何ありやけど。汚れた汚れた、いらんことさっき。
やっと来た。やっと来た。さあ、これ何？ちょっと動かん取ってくれる？これぐらいだよ。怖っ。飛んでいくんじゃない？最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。また、よろしくお願い。